This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。皆さんこんばんは。今日は2月25日木曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。4つの県が地雷による汚染から解放されました。タイは今後、食料の安全保障及び食の安全に関する投資機会を模索する意向です。第9回イラワジ・チャオプラやメコン経済協力戦略アクメクス首脳会議では、 COVID-19 の治療薬及びワクチンへのアクセスを公平化させることに焦点が当てられました。外務省ヨーロッパ局では、ヨーロッパの国々とタイの地域社会との間でそれぞれが持っている知識や技量の交換を促進しています。では最初のニュースです。4つの県が地雷による汚染から解放されました。外務事務次官は、住民の安全と地域の発展を促進させるため、対人地雷全面禁止条約、いわゆるオタワ条約による取り決めのもと、チェンマイ、メイホンソン、チュンポン、それにキャンタブリの4つの県で地雷の除去作業が完了したことを宣言しました。タイはこれまでに国内での地雷除去作業の 90% 以上を完了しており、2023年までに地雷のない国になることを目指しています。外務省国際条約局及びタイ地雷アクションセンター TMAC タイ国軍は先頃、外務省でタイでの地雷除去作業進捗に関する合同ブリーフィングを行いました。このイベントは、タニー・トーンパクリー外務次官、スポット・マラニオムタイ国軍統合参謀本部長の共催により開かれました。このイベントには TMAC 社会開発人権保障省、保健省、ノルウェー、日本、カンボジア、アメリカの各大使館からの代表、それに TMAC と緊密な協力を行っているさまざまな国からの駐在武官、ノルウェー人民援助、タイ民間地雷除去協会、アメリカの非営利組織ゴールデンウェスト人道支援財団、それにマスコミ関係者らが参加しました。このブリーフィングでは、国際舞台での軍縮に関するタイの揺るぎない取り組みが強調されました。タイの地雷除去活動及び4つの県を地雷による汚染から解放したことは、人の安全保障や地域開発にとって不可欠なことです。これにより、これらの県でも利用可能な土地が増え、より安全で持続可能な暮らしができるようになりました。次に、
タイは今後、食料の安全保障及び食の安全に関する投資機会を模索する意向です。ウィチャ・ワット・イサラ・パクリ外務副大臣は、昨年の COVID-19 のパンデミックの中、世界の台所となることを目指しているタイは、世界の食品産業及び農業面で強力な役割を果たし、食料輸出額330億ドルと、アジアで2番目に大きな食品輸出国、世界でも11番目に大きな食品輸出国となった。このことから、タイは今後、食料の安全保障及び食の安全の推進に力を注ぐつもりだと強調しました。同副大臣はまた、COVID-19 のパンデミックの中でのビジネス見直しや、パンデミック終了後に向けた機械及び競争力開発に向けた投資となるデジタル経済や電子取引の利用に関する情報も提供しました。次に、第9回イラワジ・チャオプラやメコン経済協力戦略アクメクス首脳会議では、 COVID-19 の治療薬及びワクチンへのアクセスを公平化させることに焦点が当てられました。持続性と回復力のためのパートナーシップというテーマのもと、カンボジアの首相が議長を務め、ビデオ会議の形で開かれた今回の会議には、プラユト首相も参加しました。プラユト首相はこの会議の中で、COVID-19 後の回復に向けた鍵として、インフラ開発や規定の標準化、それに企業家の能力開発や雇用創出に役立つであろう、デジタル技術を駆使しての貿易及び海外投資促進など、多角的な接続性の開発が景気回復や長い目で見たアクメクスの経済促進に重要であることを強調した上で、これらが人々の暮らしぶりを改善させるとともに開発ギャップの是正にも役立つと述べました。首相はまた、 COVID-19 の治療薬やワクチンは公共財として捉え、すべてのアクメクス加盟国に行き渡るよう努める旨を約束しました。今回の会議は、アクメクスがあらゆる変化に適応し、アクメクス基金内での資金提供により、具体的な協力の枠組みを推進する用意があることを、グローバル社会に示すことに成功しました。会議ではまた、マスタープランに、安全・安心・そして信頼できるアクメクスという4つ目の柱を追加したことや、アクメクスを内部から強化することにつながるアクメクス事務局設立についての実現可能性調査提案など、この地域でタイが果たしている役割を加盟各国が信頼していることも反映されました。次に、外務省ヨーロッパ局では、ヨーロッパの国々とタイの地域社会との間で、それぞれが持っている知識や技量の交換を促進しています。ヨーロッパ局では、ヨーロッパ人が持っている知識や技量をタイの社会にシェアすることを目指し、基幹プロジェクトの下での活動を通じて、ヨーロッパの国々とタイの地域社会との間で、知識や技量の交換を促進しています。同局ではこのほか、このモデルをベースとしたプロジェクトを将来タイ国内の他の地域にも適用するという計画も持っています。ヨーロッパ局のサシバット・ウォンシンスワット局長は先ごろ、オーストリア、チェコ、フランス、ハンガリー、アイルランド、イタリア、コソボ、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ロシア、スペイン、ウクライナ、イギリスの16カ国および EU からのミッションを率い、北部チェンマイ県を訪れました。今回の訪問での主な活動の一つに、チェンマイ大学が主催したマッチメイキングセッションがありました。この活動には地元の官民や市民社会からの代表らが参加し、各国からの代表との間で彼らの経験をシェアしました。彼らとミッションの代表者との間で議論されたトピックスとしては、科学技術およびイノベーション、創造性およびデザイン、ツーリズム、それにスマートシティなどがありました。今回の活動は、タイの安定性や繁栄、
それに持続可能性を強化するための活動の一部と捉えられています。今日お伝えしたニュースは次の通りです。4つの県が地雷による汚染から解放されました。タイは今後食料の安全保障および食の安全に関する投資機会を模索する意向です。第9回イラワジ・チャオプラやメコン経済協力戦略アクメクス首脳会議では COVID-19 の治療薬およびワクチンへのアクセスを公平化させることに焦点が当てられました。外務省ヨーロッパ局ではヨーロッパの国々とタイの地域社会との間でそれぞれが持っている知識や技量の交換を促進しています。続いてニュース展望です。今日は3月末まで延長されることになった非常事態宣言発令期間というニュース展望をお伝えします。政府は今月23日に開いた閣議の中で去る2005年に施行された緊急事態における行政に関する緊急法令の下全国に発令している非常事態宣言の発令期間を3月1日から31日まで延長することを決めました。今回で第11回目となるこの非常事態宣言発令期間の延長はタイ国内での COVID-19 蔓延抑え込みを目的としています。政府はこれまで COVID-19 状況管理センター CCSA の勧めに従いこの宣言の発令期間を1月16日から2月28日まで延長していました。世界中の多くの地域でCOVID-19 の状況がまだ深刻なままとなっているため非常事態宣言の発令期間延長が必要とされています。イギリスや南アフリカそれにナイジェリアでは COVID-19 ウイルスの変異株が見つかったと言われています。このため現在のワクチンがこれらの変異株に対しても有効であるかどうかはまだ不確かです。さらにタイの隣国での COVID-19 感染拡大もまだ憂慮すべき状況が続いています。先頃ミャンマーで発生したクーデターとそれに続くミャンマー国民の反政府活動が将来多くのミャンマー人のタイへの違法入国につながる可能性もあります。またタイ国内での政治集会も COVID-19 を広める可能性があります。国内の多くの県でまだ感染者が見つかっていることからクラスターの発生を防ぐためのきめ細かな監視が必要とされています。非常事態宣言の発令期間延長により当局は国の安定や国民の安全を守るため COVID-19 の感染拡大防止に必要な対策を効果的に取れるようになるとともにタイに入国してくる人へのスクリーニングを行えるようになります。今日は3月末まで延長されることになった非常事態宣言発令期間というニュース展望をお伝えしました。以上今日のニュースラジオタイランド宮井義明でした。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.